ルーベンスの家は、ベルギー、アントウェルペンのワッパー広場にある博物館である。もともとは、画家のピーテル・パウル・ルーベンスが、住居券アトリエとして使用していた。ルーベンスが1610年11月に購入した。それより前は、フレミッシュルネサンス様式の家であったが、数年の歳月をかけて、イタリア風の家に改築された。中庭とフランドルイタリアルネサンス様式の外庭の、 間にあるバロック様式の中廊のデザインはルーベンス自身が手掛けた。庭園にはメルクリウスとミネルバの像が設置されている。ルーベンスはこの家を住居圏アトリエとして使用した。ルーベンスは1640年5月に亡くなるまでのおよそ29年間、この家に家族と共に住んでいた。ルーベンスの死後、家の所有者は転々と変わった。 18世紀と19世紀に、それぞれ1回ずつ、アントウェルペン氏が家を手に入れようと試みるが、失敗に終わる。1937年、氏がこの邸宅を買い上げた。家は、第二次世界大戦で被害を受けたが、終戦後の1946年に再建され、私立博物館としてオープンした。館内には、ルーベンスの自画像や、セイアンデレの巡教、アダムとイブ、 ティントレットのアレクサンドリアの聖カタリナに殉教を予告する天使などが展示されている。ありがとうございます。